おはようございます。とりあえずメインやるか。おはよう、はるかちゃん、ちょうどさっきクリスティーナも来たとこ。スタジオにおるはずやで。準備よかったら早速上のスタジオに行ってみて。オッケー。これ勝手に行くやつやな、これ。ちょっとサブやりたいけど、先にクリスティーナからやりますか。おはよう、はるか。今日から本格的にレッスンを開始します。はい。残された時間はごくわずか。集中していきましょう。準備はいいですか。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしい。では始めましょう。あ、待って、新曲や。難しい。むずいぞ。ああ。むずいぞ。感想もむずいな。なんかすごいむずくなってんだけど。はい、むずっ。難しい。エクセレント、上々ですよ、はるか。いいんですか、はるかさん。ありがとうございます。なあ、はるかちゃん。あ、はるかさんじゃないわ。レッスン中悪いけど急な仕事が入ったんや。クリスティーナさん。説明するから、手が空いたら事務所まで顔出してくれるかな。うん、わかりました。急な仕事ですか。仕方ないですね。はるか、レッスンは一旦切り上げましょう。うん。はい。ありがとうございました。忙しいね、はるか。経験値5000。うまくいったよね。むずお待たせしました。うん。急でごめんね。早速やけど、スケジュール表を見てくれるかな。市民イベントに向かってくれるかと。ああ、行けってことね。どれだっけ。これか。
はい。ノーマルでやるよ。市民イベント、うん、急な仕事ですか？そう、事務所の目の前にある公園、あそこで市民イベントやっててさ、その特設ステージ、今日イベントするはずやったタレントが風邪で声出なくなっちゃって穴が開いたらしいんや。急遽代役を頼まれてね。ええかな？急すぎやな。ええ。ただ正直言うて場所が場所やからね、あまりお客の数は期待できそうにないんや。そう言うたんやけど、社長がステージは場数が大事やって。わかりました。いろいろやってこうって感じやな。悪いけど僕は手離されへんね。山浦さんが会場で待ってるから。ごめんやけど急いで行って。了解。山浦って誰だっけ？あ、誰だったっけ？あ、歌を教えてくれる人か。はるか、こっちやで。こっち来たな。はるか、待っとったで。え、でもここで歌うんですか？来るはずのタレントが来えへんって言うたから客が帰ってもうたみたいね。あ、ステージの後には握手会もあったらしいんやけど。沢村はるかって当たる。正直厳しい営業やわ。ま、舞台度胸はつくやろうけどな。なるほど。さあ、ほんなら早速やけど衣装に着替えて。うん、なかなかええやん。ありがとうございます。はるかのこの衣装すごいいいよね。さてと、一番好きかもしれん。客少ないし盛り上げる難しい思うけど、やれることやるしかないな。やるしかない。あんたの歌で人集めたるぐらいのつもりでやってみ。頑張りや。わかりました、やってみます。ほんならそろそろ始まんで。やるぜ。あ、これはもう、これはもう結構やってるから。やっぱ黙っちゃうな。ここめっちゃ好き。はい、いやー、はるかが見えないんだよな。よいしょ。はるか見たいんだけど。上出来上出来、客も集まってきたし、受けも上々やったで。見てしまう。よかったな。あんたも自信ついたんとちゃう？ええ、ちょっと安心しました。うまくいったよね、うん、あとそうや、この後握手会もあるんやった。大変やな。さあはるか、行くで。え、握手会はさすがに代理だと。ええから、ええから、お客さんそんなにおらへんし、気楽にやったらええって。奪ってこう、お客さんを。そんな、ファンを奪ってこうぜ。まあ楽な仕事ちゃうわな、アイドルっちゅうんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。あの、またお願いします。うん。代理。あ、はるかちゃん、いつも聞いてるよ。今日はありがとうございました。沢村はるかちゃんやね、プリンセスリーグ見てるよ。これからも頑張ってな。あ、はい。おじいちゃんも応援してるからな。ありがとうございます。めっちゃいい人。いや、このファンの一言で勇気湧いてくるよね。お疲れさん、大変やったな。いえ、大丈夫です。そう、よう言うた。ほんなら事務所に戻る前に蒼天堀行って、うん、堀江君が社長のお使いで買い出しに行ってるみたいやから、合流してこの後のスケジュール聞いてき、うん、彼ドンキホーテにおるはずやわ。ドンドンドドン、わかりました。ドンドンドン、ドンキホーテにいるんだね。はい。あ、そうそうそう、これだね。合同オーディション。豊かで楽しもうと、楽しいもう一つの家庭の食卓。ふんふみかん成人タイム。すごい。行きましょう。はい。ほら、喧嘩するんじゃないよ。はるか困るでしょうが。沢村社長？あなた沢村社長っていうの？わかりました。沢村社長だ。あ、うんうんうん。はい。豊かで、
楽しいもう一つの家庭の食卓じゃなかったっけ。これじゃない？笑顔でビールをお酌する、うん、うむ確かに。どうぞ桑原さん。うん、そうやばかったよな、未完成人体。山桃桃桃だ、山桃桃だ。言えねえよ。引っ込んでもらえますか。それは失礼。カクテルの名前、ハルカスイート、セブンティーン、スプリングハルカム、ノルカソルカハルカ。いや、スプリングハルカムにしよう。スプリングハルカム、ハルカム。ここでダンスやんだね。いや、ダンスバトルの方なんだ。よろしくお願いします。で、ででででででで3、はいはいはい。マジ音ゲーの練習になるな本当に。ハルカ編は。はい。完璧じゃない？まさかのダンスバトルだったわ。一
張り合いだ。どっちかにしろってこと？苦渋の選択だ。あ、両方ですか。いいんじゃない？うん。あ、お互いウィンウィンじゃん。うん。人気だな、はるかは。この二人面白いぞ。いや、もう A から。お前、いつもいがみ合ってんな。終わんないよ、これ。オーディションは無事 OK ですね。でした。あと2つだ、はるかのサブ。まあいいや、とりあえずメイン行こう。ああ、はるかちゃん、どうやった？ステージ無事にこなせた？ええ、多分。きつい営業やったと思うけど、この先いくらでも同じようなことはあるから、くじけんと頑張ってね。はい。それで今日のこの後のスケジュールなんですけど。ああ、そうか、まだ社長から聞いてなかった。何をです？社長、はるかちゃんが戻ったら一緒に可愛い服見繕うんやって、流行りの店でね。社長、今頃事務所で君の帰り待ってると思うで。社長、その話忘れてなかったんだ。パク社長、思い立ったらすぐ行動の人やからね。さ、そういうことやからさ、急いで事務所戻ろうか。了解した。はい。おっと、その前に薬局に行かなあかなんだんや。薬局ですか？うん、社長の右手の怪我、まだ腫れが引かへんみたいで、湿布を頼まれたんや。それなら私も行きます。社長の怪我気になってたんです。そっか、それやったら一緒に行こうか。はい。あ、ん？どうかした？売り尽くし、現品限り。これ社長に似合うかな。堀江さん、ちょっとこれ見てもいいですか？ゆっくり選んだらええわ。僕は薬局に寄って帰るから。すみません。うん。そしたら、あんまり遅うならんようにね。はい。よかった。これなら大丈夫。買ってあげんの？ありがとうございます。プレゼントですか？はい。じゃあちょっと放送用の包み紙を取ってきますね。お願いします。あれ、はるかちゃんじゃない？あ、まずい。何してるの？ね、やだ、ちょっと何そのダッサいブローチ、どういうつもり？何無視してんの？ここで何してんのって聞いてるだけでしょ。
社長にプレゼントを。あー怖い。ああそれでか、納得。そのダッサいブローチ、あのおばさんにぴったりだわ。でもこの二人は社長のせいで辞めたんでしょ。あのおばさん昔売れないアイドルだったって。デビューの時にポッと出てさ、あっという間に潰れて消えたんだってさ。ウケるでしょ。怖いわ。売れなかったアイドルに指導されて、あなた自分が売れると思う？お前ら一回戦負けたんだぞ。ラウンド1負けたんだぞ。お前ら決勝戦勝つつもりじゃないでしょうね。勝ちますよ。いい？教えておいてあげる。あんたただのカマセイヌだから。お前らがカマセイヌだよ。よくある演出よ。プロデューサーの万田さんとうちの事務所で話ついてるんですって。はるかちゃんも事務所変えたら。あんな腐ったアイドル崩れのとこよりいくらでもマシなとこあるでしょ。やめてください。何、親切で言ってあげてんのに。そのひねくれたところもあのおばさんそっくり。それ以上社長の悪口言ったら。え、言ったら何？おい、それ以上社長の悪口言ったら許さない。上等じゃないの。でもいいの、うちの事務所ね。その気になればあんたんとこの事務所くらいあっという間に潰せるんだからね。それが嫌なら今すぐ土下座して謝りなさい。それとも終わってる社長と一緒にあんたもこの世界から消えちゃう？じゃあ連絡しちゃおう。あんたも社長もこれで終わりね。伊藤かなえ、あ、伊藤かなえか。やめて。多分聞いたことあるから。はぁ？この声。やめて。今話すことじゃないんだけど。何？口だけ？ダメだ。やめてください。頭は頭つけなさいよ。おい、何してんねんお前ら。いいじゃないの堀江。社長久しぶりね。二人とも元気？別に。はるか、お二人に土下座して差し上げて。え、どういうこと？ただし、あなたたち本当にいいのかしら。何がよ。昔と違って今のタレントにオフはないわ。あるとしたら自分の家の中くらい。一歩外に出たらそこは営業の場よ。ブログや SNS、いい噂も悪い噂も一瞬にして世界中に広がる時代。こんなところで他社のタレントに土下座なんてさせたらどうなるんでしょうね。まずいね。ライバルを蹴落とそうとして逆に自分が転げ落ちていったタレント、私も嫌というほど見てきたわ。あなたたちはその典型みたいね。行こう。ない、いい例ですね。なんだか冗談が通じなかったみたい。うん、バッカみたい。マイ、アズサ、元事務所仲間のヨシミで忠告しといてあげる。マイちゃんは多分伊藤かなえだ。実力は嘘をつかない。ライバルを恐れるのは自分たちの実力に自信が持てないからよ。誰がそんな子ライバルだなんて思ってないわ。だったらはるかに関わってなんかいないで自分たちの芸を磨くことに。やばい。可愛いだけのアイドルじゃすぐに飽きられるわよ。つえ。
行こう。ハルカ、ありがとう。これは、アラン、私へのプレゼントじゃなかったの？でも違ったのかな。私に似合いそうなのを選んでくれたのかと思っちゃった。社長が好きになりそう。私そういうデザイン大好きだ。うわ、ありがとうね、社長。さ、約束よ。今日はこの後買い物に付き合ってもらうわ。少し支度があるから一度事務所に戻って待ってて。どんどんなんか優しくなってない？社長。はい。いや、どんどん言うことどんどん上がっていくみたいな。すぐに戻るわ。事務所で待ってて。なんかすごい打ち解けた感じみたいな。ちょっと例え方ちょっと違うけど、そんな感じする。なんかめちゃくちゃいいんだけど、絶対勝とうな、プリンセスリーグ。あ、はあ、ハルカ、公演のイベントは大変だったみたいですね。クリステーナさんや、クリステーナ。でもどんどん成長していますよ。あなたには教えがいがある。前のトレーナーもきっと悔しがりますね。レッスンをしたければいつでもスタジオにいらっしゃい。それじゃあ、はい、ちょっともう一回レッスンしたいわ。まあレッスンはまあいいとして、社長室。お待たせ、はるか。悪いけど少しここで待ってて。うん、いくつか片付けたいことがあるの。すぐ済むわ。社長大丈夫かな。明日東京に行く予定なのよ。東京だから堀江にいろいろメモを残しとかないと。やっぱみんな東京行くんだね。でもメモって社長左手で。ええ、荻田に突き飛ばされたでしょ。あの時右手を痛めちゃったからね。大丈夫なんですか？右手使えなくて。まあね、私もともとは左利きだったの。子供の頃預けられた里親にちゃんと右手で書くようにって結構無理やりしつけられてね。今時の子はそこまでやらされないんでしょうけど、まあそういう時代だったんでしょうね。さ、これで終わった。社長の身がちょっと怖いんだよね。待たせて悪かったね。今夜の予定は全部キャンセルしたわ。あなたはもう出かけられる？準備はいい？はい、行きましょう。はい、大丈夫です。なら行きましょう。毎日大変だったし、ストレスも溜まってるでしょ。今日は買い物に行って全部発散させるのよ。いいわね。はい。うわぁ、なんか、いやぁ、社長めっちゃええんやけど。行きましょう。まずは買い物。そうですね。ルマルシェ。ルマルシェはでかいぞ。どういこうかな。いらっしゃいませ。タク様、いらっしゃいませ。
のブラウス、ヒョウ柄のコート、白いセーター、どれがいいんだろう。白いセーターにしようか。ボトムス、これにしようかな。グレーのフレアスカート、うん、組み合わせ的に。おお、どれがいい。黒のこれかな。やったぜ。社長が出してくれんだ。いいんだ。キャバクラ行きたいって言ったらどうなるんだろう。太鼓の達人だと、なんだと。いい判断。給料差ピックは配達を、すげえんだけど。この達人だ。曲を選ぼうっと。配達とかあんまやらないからな。どれにしよう。新世界よりしようかな。難しさを選ぼうっと。普通でいい。さあ。始まるみたい。普通なんすね、パク社長。これどういう操作。あ、うん、オッケーオッケー。ノルマ、枠、音符、すげーなー。オッケーオッケー。やってみるしかないな。ドゥルン。レンダー。すげえ。なんかスイッチでもあるよね、この2、あの対立。
はい。むずいな。レンダー！たたたたんたたたん。下手でごめんなさい。退達とかやらねえな。成績発表だ。パックってひらがな可愛いな。クリア成功だ。上手に演奏できたドン。失敗。もう少し頑張るドン。あれ、これどうやって終わるの？あ、そういうことか。そういう感じね。てんてんてててんててん。 やるのプリグリュー。社長とプリクルですか。あー、嬉しい方なんだな。ねえ、これはあの勝手にやってくれる感じ？うん。え？激写モード搭載だって、胸熱。いや、やるんかなと思った、プリクルミニゲーム。なんか親子みたいだね、本当に。うちカレーがいい。あら、ほんならカレーにしようか。ほんま？早うち帰ろう。はいはい。母親ね、ユミ。あ、もうずるいよってよか。どう？少しは息抜きできた？はい、とっても。さてよ。明日からまた忙しいわよ。お互いもう休んでる暇はないわ。社長も大変なんだよな。レッスン付けにしてあげる。いいわね。はい、頑張ります。はるか。これあなたにあげるわ。
ブローチのお礼。少し早いけど、デビュー祝いのプレゼントよ。そんな、これ以上プレゼントだなんて。いいから、開けてみて。おう。何？あ。これ社長が使ってた。だよね、使ってたやつ。こんな高そうなものいいんですか？高そうじゃなくて高いの。大事にしなさいよね。大事にします。その万年筆はね、私がデビューするって決まった時、大切な人からもらったものなの。私にとってはお守りみたいなもの。デビューの時もマイクに隠してずっと両手で握ってたんだから。やっぱり社長でもデビューの時は緊張したんですね。今思えば大したことじゃなかったわ。もっと大変なのはデビューした後。私の場合特に大変だったわね。過去か。どんな風にですか？私はね、18でデビューする前には結婚してたの。え？相手はその万年筆をくれた人よ。もちろん世間にも、それに事務所にも内緒でね。バレたのかな。私は自分が韓国籍であることも、家庭に問題があったことも、それに既婚者であることも隠してアイドルを続けた。案外うまくいってたわ。でもある日、私は自分が妊娠していることに気づいた。すぐに降ろしたわ。当時はあまり迷いはなかった。まだ若かったし、アイドルを続けるためには仕方のない犠牲だって思ったの。夫に打ち明けたのはその後。彼、その時初めて私を殴った。そしてあの人は私の元から去っていった。自分がそばにいたら私の夢の妨げになるからって。私はそれも仕方のない犠牲だと受け入れたわ。でもその後、結婚していた過去があったことを知った事務所は私を売り出すことに躊躇するようになった。いつ爆発するかわからないスキャンダルを抱えたアイドルに大金なんてかけられないってね。予定されていたイベントは次々に中止された。うわ、日本ドームで大規模なコンサートやろうなんて話まであったのにね。すごかったんですね、社長。私全然知りませんでした。コンサートが私の夢だった。コンサートをすれば自分を捨てた親や世間を見返せると思ってた。収容人数5万5000人。えぐいて。親にも愛されなかった私にしては上出来な数でしょ。別れた旦那もコンサートをすれば見に来てくれるかもなんて考えてね。でも現実には、事務所には見放されて、コンサートどころか仕事はどんどん減っていったわ。後にはもう何も残らなかった。自分がもう子供を産めない体だと知ったのも、すべてを失ってからだったわ。そんなことが。スターを夢見て犠牲にしてしまった過去への償い。それが今、私がアイドルを育てようとしている理由なのかもね。もしかしたら、失ったものを取り戻そうとあがいてるだけなのかもしれない。でも、もう私にはこれしかないの。あなたには迷惑かもしれないけどね。迷惑だなんて。私
社長のためにも頑張ります。ありがとう。でもあなたのおかげで私も失っていたものを少しだけ取り戻せたかもしれないの。え？この前プリンセスリーグであなたの決勝進出が決まってから雑誌の取材を受けたのよ。それを目にした元夫からこの手紙が来たの。夫から来たんだ。え？東京で会わないかって。うわ、え、彼とはもう二度と会えないと思ってた。はるかのおかげってことか。私のいけない遠い世界に行ってしまって、うん、それっきり連絡も取れなくなってたから。社長、あ、でもそれじゃこんな大事なもの私がもらっていいんですか？もちろんいいの。でもその代わりと言ってはなんだけど、はるか、あなたに一つ頼みがあるの。はい。別れた旦那に会うにしてもこれだけ年を重ねちゃうとね、会ってがっかりされたくないのよ。待ち合わせの場所にはあなたが行って。え？それで私のところに彼を案内してきてほしいの。あまり明るい場所で今の老けた顔見せたくないから。私でお役に立てるんでしたら。普通にこのままでも綺麗だと思うけど。でも心配いらないと思います。社長今も綺麗ですから。ごめんかぶせたって。ありがとう。お世辞も上手になったわね。綺麗だと思うよ。お世辞じゃないです。あ、またかぶせた。彼には東京でのあなたのライブに来てもらう約束になってる。その時また改めてお願いするわ。その万年筆はあなたが私の代理っていう目印になる。つまりそれが彼と会うための鍵でもあるの。これを見せてくれってこと。わかりました。ありがとう、はるか。もう、いやこんな一面があるとは。龍が如くって本当にキャラの見せ方がうまいよな。今日は私も楽しかったわ。寄り道しないで帰るのよ。はい。社長も気をつけて帰ってください。おやすみなさい。いや、幸せになってほしいな。なんか、社長も、おお、おお、今日は楽しい一日だったなと。明日のために今日はベッドでゆっくり休もうですね。しかも見てください。ここでは使えません。どういうことだ、どういうことなんだこれは。ちょっと待って、これお着替えできないのかな。できなそうですな。ん？なんか調べるって言ってた。ん？あ、寝るかってこと。寝ましょうか。おやすみなさい。はいはいはい。あ、やべ、めっちゃ撮ってる。ちょっと切らないとな。1時間ぐらい撮ってんだけど。もしもし、はるかちゃん。ああ、堀江さん、どうしたんですか、こんな朝早く。大変なんや、今すぐ事務所に来て。あ、わかった。
何かあったんですか？それが、僕もなんて言うたらいいか分からへん、うん、とにかくすぐにこっち来て。オッケー。なんかちょっと嫌な予感するな。はい、ちょっとね、ここで切りもいいので、チャンネル、あ、違うわ。切りたいと思います、よろしければチャンネル登録、高評価の方、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。